はようございます。四苦八苦という言葉があります。日常でも使われる言葉で、広辞苑にも一番仏教語生老病死の四苦に愛別離苦、恩憎会苦、愚不得苦、御恩上苦を合わせたもの、人生の苦の総称。2番転じて非常な苦しみ、また散々苦労することと解説されていて、弁解に四苦八苦するという要例もあります。岩波書店の仏教辞典でもう少し詳しく調べてみます。四苦八苦とは、苦しみを4つあるいは8つに分類したものの併称で、原始経典以来説かれる。四苦とは、生生まれること、老病死で、これに恩憎会苦、憎いものと会う苦しみ、愛別離苦、愛するものと別れる苦しみ、愚不得苦、不老や不死を求めても得られない苦しみ、あるいは物質的な欲望が満たされない苦しみ、御主運苦、御恩上苦とも。現実を構成する5つの要素、すなわち迷いの世界として存在する一切は苦であるということを加えて八苦となる。後世になると、四苦八苦は人間界のすべての苦ということから、この上ない苦しみ、言語に絶する苦しみを意味するようにもなったと解説されています。お釈迦様の教えでも大切にされている四正体では、一番目に苦正体があります。この苦を理解するのは、仏教を学ぶにはとても重要なことであります。修行僧たちにも、自分の人生は苦であると思うかと尋ねると、苦と答える者もいれば、そうでないと答える者もいます。確かにこの春に道場に入った者にしてみれば、不自由な暮らしですので、身体的に苦であると感じることが多いでしょう。今までの椅子の暮らしから畳の上で暮らすことになるだけでも身体的な苦があります。さらに自分の好きなようにできないというストレスがあります。精神的な苦もあることでしょう。しかし仏教で説く苦というのは、そういうものではないのです。その点について、ワールポラ・ラーフラ氏の著書であるブッダが説いたことを参照してみましょう。第一正体、ドゥッカの本質として次のように書かれています。パーリ語およびサンスクリット語のドゥッカは、一般的には苦しみ、痛み、悲しみ、あるいは惨めさを意味し、幸福、快適、あるいは安楽を意味するスカの反対語である。しかし4つの真理のうちの第一の真理の場合のドゥッカは、ブッダの人生観、世界観を表しており、より深い哲学的な意味合いがあり、はるかに広い意味で用いられている。確かに第一の真理のドゥッカには、普通の意味での苦しみも含まれているが、それに加えて不完全さ、無常、虚しさ、実質のなさといったさらに深い意味がある。それゆえに第一の真理に用いられているドゥッカが含むすべての概念を一語で表すのは難しい。そうである以上、ドゥッカを苦しみ、痛みといった便利ではあるが不十分で、誤解を招く訳語に置き換えない方がいいだろうと説かれています。ここで苦には、不完全さ、無常、虚しさ、実質のなさという意味があるとされています。さらに、ブッダが人生には苦しみがあるというとき、彼は決して人生における幸せを否定しているわけではない。逆にブッダは、俗人にとっても僧侶にとっても様々な精神的、物質的幸せがあることを認めている。ブッダの教説をまとめたパーリ語の五部経典の一つである雑誌部経典の中には、家族生活の幸せや隠遁生活の幸せ、感覚的喜びによる幸せや、その放棄による幸せ、執着による幸せや無執着による幸せといったさまざまな肉体的、精神的幸せが列挙されている。しかしそれらはすべてドゥッカに含まれる。さらには高度な瞑想によって得られる、普通の意味での苦しみの片鱗すらない、非常に純粋な精神的次元も、また紛れもない幸せとされる次元も、心地よさあるいは不快さといった感覚を超越し、純粋に
鎮静した意識の次元も全てはドゥッカに含まれる。同じく五部経典の一つである中部経典の一つのスッタでは、瞑想の精神的幸せを称賛した後、ブッダはそれらは無常でドゥッカで移ろうものであると述べている。ここで注意しなければならないのは、ことさらドゥッカという用語が使われていることである。普通の意味での苦しみがあるからドゥッカなのではなく、無常なるものはすべてドゥッカであるからドゥッカなのであるということなのです。岩波書店の仏教辞典にも、肉体的精神的苦痛が苦であることは言うまでもないが、楽もその壊れる時には苦となり、不苦不楽もすべては無常であって消滅変化を免れ得ないから苦であるとされ、これを苦苦え苦行苦の三苦というと解説されています。苦苦え苦行苦についてはブッダが説いたことを参照してみます。ドゥッカの概念は、1番普通の意味での苦しみ、2番物事の移ろいによる苦しみ、3番条件付けられた正規としての苦しみの3面から考察することができる。老い、病、死、嫌な人や物事との出会い、愛しい人や楽しいこととの別れ、欲しいものが入手できないこと、悲痛、悲嘆、心痛といった人生におけるあらゆる種類の苦しみは普通の意味での苦しみである。人生における幸福感、幸せな境遇は永遠ではなく永続しない。それらは遅かれ早かれ移ろう、そして物事が移ろうときに痛み、苦しみ、不幸が生じる。この浮き沈みは移ろいによって生じる苦しみとしてドゥッカに含まれる。以上の2種類の苦しみは容易に理解でき、誰にも異論がないだろう。第一の真理であるドゥッカの本質のこの点は容易に理解できるので一般によく知られている。それは誰しもが日常生活で体験することである。しかし第三の条件付けられた正規としての苦しみという面こそが、ドゥッカの本質の最も重要な哲学的側面であり、それを理解するのには、一般に存在、個人あるいは私とされているものを分析してみる必要がある。仏教的観点からすれば、私たちが一般に存在、個人あるいは私とみなしているものは、絶えず移ろい変化する肉体的精神的エネルギーの結合にしか過ぎず、それらは五集合要素から構成されている。そしてブッダは、これら執着の五集合要素はドゥッカであると述べている。また他の箇所では、ドゥッカとは五集合要素であるとはっきり定義していると説かれています。お互いこれが自分だと思い込んでいますが、その自分という実体のあるものはなく、5つの構成要素が集まってあるように見えているに過ぎないのです。ありもしない自分を確かにあるものだと思い込んで、自分中心に物事を見ているのが苦しみの原因なのです。5つの構成要素が五分であります。五分は色十相行識の5つです。仏教辞典には、色は感覚器官を備えた身体、受は空楽、不苦不楽の三種の感覚あるいは感受、祖は認識対象からその姿形の像や観念を受動的に受ける表象作用、行は能動的に意思する働きあるいは衝動的欲求、色は認識あるいは判断のこと。人間を心身すなわち肉体とそれをよりどころとする精神の働き十相行識とからなるものとみて、この5つにより個人の存在全体を表し尽くしていると考えると解説されています。この五運によって自己中心の世界観を作り出しています。これがお互い迷い苦しむ原因なのです。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、
よし、立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。